私は真面目です。二つのマンコがある。私は眼鏡をかけた私は、もう一つは皆のために舐めれないマンコである。私は真面目です。どんなに綺麗で美しく皆から慕われていようとも、貧困法制な私は、そのマンコが舐めれないならば、皆を助けた。それは誰にでも優しいということなのだ。私は逆に誰にでも優しい。そこまで皆に慕われていなく、そんなに可愛くなくても、皆を助けた。その子のマンコが舐めたいと思うのならば、皆は私を崇めた。好きということなのである。あの子も舐めれるマンコを発見したのならば、それは恋をしたということなのである。私は真面目です。皆がお金に困っているのなら、私は恋をした。皆にお金を与えた。それで皆が救われるのならば、私はなぜならお金を与えた。舐められるマンコを、私は優しいのだから。舐められるマンコを、そして私は見つけたのだから。貧血です。あの子は献血に行った。しかし私は貧血です。あの子は献血を私に勧めた。しかし私は貧血です。金を払ってて、私は神に等しい存在なのかもしれない。しかし私は貧血です。私は喜怒哀楽そのものがない。しかし私は貧血です。喜びも悲しみも全て金に変えられるのだろうか。しかし私は貧血です。